はい、今日は今度から SB のカレーが新しく、現場で作ることになりましたので、SB の武田さんと鈴木さんが、来ていただいてますので、説明していただきます。しっかり見といてください。ではまずゴールデンカレーの、材料からいきます。ひき肉ですね。これは今日は豚ひき肉。これが、はい、0.2 から0.3 パウンド。はい、100から 150g。お肉はパックで、検討してください。1回の分量が3パウンド 0.3 パウンドなので、はい、そのなかける何ぐらいの分量合う できれば合うようなものを購入してください。こちら 0.7 パウンドのものを、買っておりますが、これを半分使って、試食の方を作ってまいります。玉ねぎは一応こういったものが入っていると思いますので、こちらをですね1パウンド、ちょうどこの量りで、1杯とあとここ350の目盛りですね、これで量ってください。その分の数量分量を使います。袋が3パウンドなのでおよそ3分の1と思ってください。一応量ってください。それとあとサラダ油、これが大さじ2になりますと、それから水ですね。これは1000ミリリットル1リットルこれを使用します。それと、ゴールデンカレー、これは1箱そのまま全部使います。じゃあ油を大さじ2入れます。じゃあここに、みじん切りの玉ねぎを入れていきます。どれぐらい炒めたらいいですか？そうですね、10分から15分ぐらい炒めていただきたいですね。はい、色変わってきましたね。これで10分です、ね、強火でやると焦げるので必ず中火もしくは中火よりちょっと弱い火で10分間でこれぐらいになりました。これぐらいになったら OK です。だいたいね、ここ半分かな。大体の半分だね。今日のお肉は 0.7 パウンドなので約半分入れます。炒めた玉ねぎの中に入れてください。で、色が変わるまで炒めますか？軽くですか？軽くですね、これ後で煮込みますんで、はい、軽く炒めます。固まっていることが多いので、はい、バラバラになるように、注意することですね。はい、了解です。はい、色が変わってきました。これ完全に火を通さなくても大丈夫です。色変わってきたのでお水を測ります。はい、沸騰しました。6分ぐらいで沸騰しましたよ、まあ、ガスにもよりますけども、ガスにもよりますね、必ず沸騰させてください。はい、じゃあちょっとね、はい、沸騰したら完全に火を止めてください。止めてください。はい。一回割ってから入れると溶けやすいです。はい。はい。一箱分ね、中のパックが2つですよね。それを2つ、ちょっと広げてもらっていいですか、そこ手元で。全部入れました。はい。これで1箱分の、これが分量ですのでね。これ、なんていうんですか、沸騰してるんで、はい、その余熱で。はい、火を止めたままルーを1回溶かします。今日はミディアムホット使ってますけども、通常基本的にミディアムホットを使います。これがミディアムホットで、これよりも辛いのがいいのか、甘いのかがいいのか、という選択をお客様にしていただけるようにミディアムホットを使いますが、カレーのルーが、荷物の中に入っていることがありますので確認してください。はい、じゃあ大体溶けましたので、もう一回火をつけて固めていきます。どのくらい温めればいいですか？もう仕上げなので、まあ、2、3分から5分、5分ぐらいですかね。はい、このとろみですよ、このとろみ。うん、これはもうこのとろみです。
覚えていただければ。今結構13分ぐらい、あもう、うん、でとろ見つけました。もうこのとろみですね。うん、もう大丈夫ですね。はい、もうじゃあ完全に溶けました。 OK です。これで基本的には出来上がりです、ね、出来上がりです、はい、これでカレーが出来上がるので、出来上がったので、このカレーをまず鍋敷の上に置きます。これ火は止めていただいてて、鍋敷の上に置いて、サーブ、いつでもサーブができるようにしておきます、保温調理鍋を入れておきますので、これで次のカレーを作りながらサーブをしてください。必ず中の鍋だけを出して取り出して、ここから炒めるまではここでやります。炒めて水を、お肉、玉ねぎ炒めて、お肉炒めて、水を入れて沸騰したら、とりあえずこっちに入れておきます。これで保温してされて、煮込んでいる状態ができるので、こちらに入れます。これを作ったら、カレーを一回作ったら、こちらで2回目のカレーの準備、炒めるまでを終わらせて、この中で保温させます。でここでしっかり蓋をしとけば、煮込んでいる状態になるので、煮ている状態になるので、その間にカレーをまた戻してサーブを続けます。はい、こうやってカレーができた、カレーをカップに入れてサーブしてください。サーブして、お客様に出してください。最後に、分量の、まとめを、お話しさせていただきます、ひき肉が、0.3 パウンド、みじん切り玉ねぎが、1パウンド、サラダ油が、大さじ2杯で、水先ほど 1000ml と言ったんですが、1400ml でお願いします。それと、ゴールデンカレーの、1箱よろしくお願いいたします。はい、このゴールデンカレー、セールスポイントとしては、30何種類、スパイスが入っております。そのスパイス感と、アメリカでは、特に、アメリカ人の方にも受けている、まあ、ナンバーワン商品となっていますので、そういった部分を、セールスポイントとしてお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。